どうも、ボビーアトレーザーのボビーです。ねえー、ボビーアトレーザーのアトリエからですね、ライブでお届けしております。で、つね、えー、今日はですね、えー、月曜日ということですね、えー、比較の話。き、ねえー、今日はですね、えー、羊、羊の皮ね、えー、シープスキン、ラムスキン、ね、羊のレザーについてですね、 ちょこっとだけですね、えー、お話しさせていただきたいと思います。でですねえー、まあ今日もですね、えー、今日実は昼間にですね、えー、レザーをですね、えー、ちょっと仕入れに行ってきたわけですよ。でそこでですね、えー、ちょっと待ってくださいよ。えーまあ、黒のおね、えー、このお羊さんをですね、えー、買ってきました。ね えー、とてもですねきめも細かくですね、えー、柔らかくですね、えーまあ、とても心地いいっていうか、あのー、まあ上品なっていうんですかねまああのー、どちらかというと、まあ、レディースのレザーのースカートとかなんかそういうのにはぴったりでしょうね、あのー、あのソフトな感じの,あの革ジャンとかね。 まあ、もちろんメンズでもね、えー、いいですけどねもう軽いですよでやっぱディアスキンね鹿側と比べ、まあ、に雰囲気はちょっと近いんですけど鹿側まあ、まあ、これ僕が着てるのは今鹿側ですね鹿側と比べるとですねこう鹿側割とこう表面があのあの脂肪がゴボゴボしてるんですけどきめが細かくてですね滑らかな感じですねでまあ,あのシープスキンとラムスキンって、まあ、同じ羊じゃないですか で何が違うんですかって聞いたら大体、まあえー、シープスキンだったらまあ年生後1年以上の感じかなラムスキンだったらあの何ですか <laughs> えっと1年未満の子羊かな、うんまあ、よりきめも細かくてあの上質な、ねえー、子羊さんですよのおレザーはまた格別ですね、まあ、これどっちかな <laughs> まあのちっちゃいの買ってきましたけどね あのまあ、のちょっと小物で、えー、ちょっとこれが必要なんでねでまあ革、あのー、ジャンをね、えー、昔作ったことはあるんですけどね、えー、何着かねえー、っとですねこれねこれがあなんと鹿じゃなしに羊羊五等分 <laughs>、えー、羊五等分ですよ。 ねこう必ね、あの5等分の5枚使ってますんで、えー、5等分のですね、えー、量あの分量になりますね5等分を羽織ってるって感じ、うん、でねあのこんな感じでねあの窓内さんがですね羽織、えー、ってますね。うん あのかっこいい,です、ね、あのいろいろ僕の,、まあ、のブログの方のねいろいろ食っていったらあのこのジャケットの写真も出てきますし、えーね、映像も出てきますんでね窓大師さんの YouTube チャンネルをご覧ください是非、ね、ひいせさんとこう対談してる時の、ね、イベントとかで対談してる時のに羽織ってもらってますんでね。うん あのそんな感じですねえ革ジャンとかあとですねこのアクセ小物のこういうアクセサリーこれもあのこれグレーのねえーあれですけどこういう感じでねこういう小さじとかでねえ使っえ作るのにねえたまに対応してますねあのこのシープスキンねうんまあ基本的にはまあシープスキンって言ってますけどねうんラムスキンもかもしれませんけどあのすんごいちっちゃいのもあるから <laughs> うん絶対これ子羊やろうって感じね。 うん、でまああの牛のカーフとかそういうね格子とかと比べたらあまだちょっとましかなあの価格的にもね、うん、あの多分まあその時の単なの,の方とかもろもろにもよるんですけどもねおおむねまあシーブスキンはね、えー、袋もんでもまああれかもねうんでまあ4人は動物でヤギってあれですかヤギ山の羊って書いてあるヤギ。 えー、ヤギもねよくね何個か作ってますけどねあのミリタリーの,あの海軍のねあ,のあれ結構ヤギじゃないですかねあの僕レプリカの分でよく見,見たりするのはそれとかあのライダースみたいなジャケットとかね、えー、まああの僕もいろいろヤギもね使ってでで袋物とか財布にしたりとか多いですね。うんえー、ハットは作ったことあるかな、まあ、記憶にはあ <laughs> うん、あ最近ちょっとね小物で作るあの携帯電話のねスマホケースのねネイビーのヤギですねベースはね、うん、それ作りましたね、うん、あ,ぜひあのブログの方で見てみてください。ねえー、でまあ,あの他には。 いやえー、羊のです。だいぶ昔にこう僕が手に入れてでジャケットに、えー、したこれですね、うん、これがですね、えー、羊ですね まあ、あっちの方のーレーザーやったと思いますね、うん。それをたまたま、まあ、あ手に入ったんでね、えー、それで1着作ってですね、えー、このジャケットはですね、えーま、ずっとアトリエにあるんですけどもあちょっといすよ、えー、あこれねあのー。 ローリングストーンズのおーローリング日本にあるローリングストーンズ展があ何年か前あったじゃないですか23年前かなその時のアンバサダーとしてですね、えー、記者会見の時のね、えー、<laughs> に羽織られてるのが、まあ、さっきの <laughs> このジャケットですね。はい、ねそんな感じで、はいまあ えー、とても軽くてですね、着心地もおディア僕はまあディアスキンと、まあ、近しいかなと思いますね。うんあのー、すごくね、えー、僕は扱いやすいなと思いますしきめ、うんあのー、細かいし、なんいい感じで,こうク,ッション性でクッション性って言ったらやらかくて優しい感じですね、うん、優しいです。うん な感じでですね。えー、まあ,あ今日はですね、そういう羊の皮についてですね、軽くですけどもね、お話しさせていただきました。ね、どうですかね、いかがですか。うん。で、ね、最近ですね、撮、え、れ、ー、たかな。ね、この話題の、えー、クラブハウス。 ね、これも登録してもう約1週間ぐらい経つんですかね、うん、でまあ自分で「ルームっていうのを立ち上げれるんですけども「まあ、ルームはちょっとまだ、えー、何をどういうふうに、えー、発信していこうかないまだねあのはあの開,発開,開発途上というかあの <laughs> ですけどもあの、まあ、こういう、ね、ライブ配信あるじゃないですかこういう僕が毎日のようにやってるそれを音声としてね こっちの方でここあの iphone でね。ポンと同時にすれば多分できるような気もするし、まだやってないんで何とも言えないですけど、そういう風にやってる方もいますしね。うん、ちょっとそれで試してみるのもありかなと思ったりもするんですね。で、あのただ。まあ僕の場合写真を見ながらとかあなんでね。あのこんな感じとか言ってあのとかいう感じで。あのその？ 言葉で言う説明っていうのが <laughs> あのそ、ねまあ、いろいろ鍛えられていくんかもしれませんけどこの先ね、うんあのー、あんな感じとかこんな感じとかグイッととかね <laughs> あのこ,んなここの場所とかでねいう説明が多いんで <laughs> 僕の場合はあのー、最近こう訳くっていうか、あのー、なんていうんですかテロップ,プをつける時もね、えー、こんな感じとか <laughs> あの あのようなとか <laughs> どれやなどれやねんって感じのねうん言葉まあの言葉の言い回しが多いなと思って、うん、ねえで。あ まあ、あなんとかとかねまあまあまあとかね <laughs> いろいろそんなを削っていきながらですねいろんな自分の癖っていうのがあ浮き彫りになってますけどね、うん、そんな感じでね今日もですね、えーえー、あの配信ねさせてもらいましたけどね、まあ、今週1週間もですね、えー、2月の1週間ねいろいろお忙しいと思いますけどね何、えーえー、んですか癒しのひとときに、ね、少しでも。 貢献でできればあ幸いですそれではまたね、明日もお、ね、元気でお会いしたいと思います。それではまた会いましょう。ボビーでした。じゃあね、バイ